私は若い時はスポーツマンだったんですよね。それでママさんバレーとかね、スポーツ指導員なんかもやってたんです。でママさんバレーをやってる時に左膝の半月板損傷ということで、もう割れてしまったんですね、内側の半月板が。それを持ってきして、それからずっと、右足で、左足が悪いからかばいながら歩いていって、そういう生活してたんですけどもね、7年前にね、もう両膝とも人工関節になったんです。それで、それからもう人工関節になってから家もリフォームしたり、それから階段なんかもね、もう一段ずつしか上がれないし、降りるときはきついんです、階段降りるのはね。それでそれから少しして、今度はね、大腿骨の骨頭、人工骨頭になったんです。股関節も階段から落ちて、で股関節も人工骨頭になって、それで身体障害者になりました。それからね、踏み台をね、家をリフォームした時に踏み台を作ってくれたんです、業者さんが親切に。そしてその踏み台を踏むとくるりっと回って尻もちついて、で今度は腰の圧迫骨折をしたんです。それからもうずっと杖の生活になりまして、で下半身、下半身がねすごくもう冷えるようになって、腰痛も痛い、悩み続けておりました。それで、昨年の11月からその水素ボリュームに出会い、10日ぐらいでなんとなく違うなというのを感じ始めたんです。それでまた次の日になると、あら、昨日よりもまたなんかちょっと痛みが楽ねと思うようになって、それで2週間経った時になんかすっかりね、痛みがないんですよね、腰の痛みがもうすごく楽になって、今まで6年間あずった痛みというのはどこへ行ったんだろうと思って、私自身も半信半疑だったんですよね。それから私の体を見てくれますか。悪い時は杖をついて膝も曲がってました。で腰もちょっと曲がってました。こんな感じで歩いてたんですよね。で買い物に行った時、カートを抱え込むようにして持って、それでもたれかかって押して買い物してたんです。それが腰の痛みが楽になりますと、腰も伸びてきて、膝もかがんでたのが伸びてきましてね、今はねもうびっくりするほど自分の体がもう普通の人と歩くのは負けません。もう階段も一段一段上り下りは普通の人と同じです。でね、もう今日も来られている皆さんの中にリターライフをまだ使われていない方はぜひ使ってほしいなと思って、この水素のすごさ絶対使うべきですね。私はもう本当に水素のおかげだと毎日感謝感謝の日々を過ごしてますけどね。使われたらやはりね、何か感じます。体に感じるものは確かにあります。私もねこれだけ元気になって、今ボーリング、週一ボーリングでマイペースで自分の体に合わせて頑張ってます。